ペンテコステを記念するペンテコステ礼拝ですけれども、ペンテコステ、ギリシャ語でですね、50日目、50番目、そのような、意味を持った言葉です。アメリカ の、あのペンタゴンってございますよね。五角形の建物があって、そのペンタって五って意味がありましてですね、50日目の特別な日ということですが、その日は何から50日目であったのかと言いますと、そのペンテコステというのは、主イエスが復活されてから50日目の、出来事でした。イエス様が十字架にかけられて、死んで葬られて3日目に復活された。でその後、復活したイエス様は40日間の間地上で、姿を再び現して弟子たちと、その復活した姿で、過ごすということをなさいました。その時のイエス様が今もずっといてくださって、私たちが目で見て触って、よりすがることができるならどんなにいいだろうなと思ったりすることもあるかもしれませんが、でもイエス様はその後もう一度天に帰られた。もちろんその再臨の希望というのを私たち持っているわけですが、40日のその復活の後のひとときの後、後にまた天に戻られたイエス様です。弟子たちはイエス様が天に帰るのを見ながら、どんな気持ちでいたのでしょうか。でもイエス様は天に帰られましたが、決して信じる一人一人を置き去りにして、見捨てるような形で、ぷいっと上に行ってしまった、そういうことではなかったんです。今日お読みした箇所にもありますが、終わりの方ですが、49節、見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいという言葉を残して、天に戻られました。私の父が約束されたもの、それが聖霊です。聖霊については、さまざまなところで、書かれていますけれども、例えばですね、少しお読みしますので聞いていただけたらと思いますが、ヨハネの福音書14章など開きますと、聖霊のこと、ここにもございます。ヨハネの福音書14章16節お読みします。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。助け主であると、人として来られたイエス様は目に見えなくなった、でもその代わりに助け主を与えてくださる、それが聖霊である。また同じく14章の26節を読みします。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと。聖霊が教えてくださる、またイエス様が語ったこと、つまり私たちにとっては御言葉ですよね。聖書の御言葉を思い起こさせ、解き明かしてくださるのが聖霊であると書いてあります。また聖霊を受ける私たち、イエス様を信じて聖霊を受けたときにですね、27節になりますが、私はあなた方に平安を残します。神様は不安ですとか、混乱、めちゃくちゃなこと、そういうことを望まれるのではなく、助け主を使わし、その将来の計画というのは、そこには平安がある、しかも世が与えるものとは違う
主にある平安を与えてくださると約束しています。このペンテコステの朝、使徒の働き2章には具体的にどのようなことが起こったかということ書かれております。弟子たちの祈って宮に集まって祈っていた弟子たち、本日お読みした箇所の一番最後のところにですね、宮で祈っていたということが、いつも宮にいて神を褒めたたえていた、このようにして聖霊が来るのを待っていた弟子たちですが、そこでついに、ペンテコステ、主が復活されてから50日目の朝、聖霊が下った、天から注がれる聖霊を受けた弟子たちの様子が、使徒の働き2章に書かれております。天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。ガリラヤの人たちが集まっていたんですけれども、いろいろな言葉で神様を褒めたたえるその言葉がそこにあふれ返ったとあります。でこの時に旗から見ていてですね、みんないろんな言葉でわけわからないことを言っているように思った人たちは、朝から酔っ払ってるんだというふうにですね、からかったり、する人たちもいたわけですけども、ペテロはいやそうじゃないんだと、起きていること、聖霊が注がれていること、また主イエスの十字架の御業について力強い説教をしました。ペテロがそこで説教をする、すると、その説教を聞いた、人々の中から、3000人ほどが信じてバプテスマを受けた、洗礼を受けたということが書かれています。このためにペンテコステは教会の誕生日というような言い方もされたりします。ここに教会が生まれた、聖霊に満たされた一人一人、信じる一人一人が集まった初めの教会がここに生まれたと。聖霊はこの日、このペンテコステの朝にもちろん注がれたということもそうですし、その時の特別なことではなくて、イエス様を救い主として信じる時に誰一人例外なく与えられるもの、あるいは私たちにとって与えられているお方であるのが、聖霊です。聖霊と言いますと、なんとなくですね、こう目に見えないふわふわとした、オーラみたいなものとかですね、そういうイメージをもしかしたらなんとなく持つ方もいるかもしれませんが、ちゃんとした人格を持った助け主として人格があるんですね。父なる神、イエス様、聖霊と同じようにこう、人として、人格が持っていらっしゃる存在です。そうですね、例えるならば、ある意味ではですね、ちょっと引き慣れになりますが、パーソナルトレーナーのような存在でしょうか。霊的な意味でのパーソナルトレーナー、実はですね、私6月に入りましてから、ジムに生まれて初めて通っております。でですね、これまでもアメリカにいたりしましたから、大学です、アメリカの大学ですと無料でジムに行けたりするんですので、すごい機械とかもいっぱいあってですね、鍛えようと思えばいくらでもできたんですけれども、どちらかというと私は、静かにこう勉強しているような感じのタイプ、どちらかというとそうだったので、ちょっと敬遠してしまうといいますかね、いきなりこうジムにこう入っていっても、
もうみんなすでにムキムキの鍛え抜かれたですね人たちがこういっぱいこうマシーンを使ってたらですね、私はその中に入っていけないと言いますか、どんな顔してここにいればいいのかと思っちゃいますし、あるいは、まあ、いろんなマシーンがあってもその使い方とかもですね教えてもらわないと全くわからないんですね。まあ、そんな中でその大勢いる中でこう勝手に一人で入ってですね、はいどうぞって言われても心細いですし自信がないですし困ってしまうと。なのでですね、私はちょっと探しまして、1対1でちゃんと教えてくれる、そのジムを見つけたんですね。まあ、それパーソナルトレーナーって横文字で言ったりするんですけども、で何回か、まあ、行ってみましてですね、私はてっきり、まあ、トレーニングを始めたら、まあ、突然もうなんかいきなりこうマシンを使ってですね腹筋を鍛えますとかね、こうモリモリになるための何かをこうやり始めるのかと思って、こうワクワクしながら緊張しながら行ったんですね。どんなすごいことさせられるのかなと、ちょっと楽しみな部分と恐怖を持ちながら行ったんですけどもそうしましたら、ね、意外だったんですね。はい、呼吸を見てみましょうって言われてですね呼吸、せっかく汗かいてもう一気に今日だけで1キロ2キロ痩せるつもりで行ったのに、呼吸ですか、息の仕方そこですかってなったんですね。でもそれが大事なんだなと、無理なくトレーニングを進めていって、体がちゃんとこう脂肪を燃やして、負担なく、こうちゃんと始めていくためには、まあ、呼吸が大事ですよということをトレーナーさんが教えてくださいました。でですね、本当に私に合った形で、まあ、無理せずにでも適度に負荷がかかって心地よい筋肉痛が次の日に現れるぐらいのですねこう度合いで やってくれるんですね。でまあいろいろやらせれるわけですけども、まあ、結構ですね自分の限界を超えてくるとプルプルしてきちゃったりするんですね。腕がプルプルしてきたりとかですね、あるいは足がプルプルして、で私もそれが恥ずかしくてこういちいちいちこうなんか言い訳とかするんですけども、でもそのトレーナーの方は、至って冷静なんですね。それについてあなた本当に運動してないんですねとかですね、男なのにこんなプルプルしちゃってどうしちゃったんですかと、一切そういうことも言ってなくて、それは何でしょう、私自身の心の中で自分自身をさばいている声だったんだなっていうこと、そのことにも気づかされたんですね。まあ、話が若干引きになりすぎましたけれども、でもこのパーソナルトレーナーと、まあ、精霊の働きってもちろん同じではございませんが近いなと思わされます。いきなりマッチョなムキムキな人たちが訓練しているところに、はいどうぞっていうのの前にですね、やっぱりその一対一の精霊と自分という一対一の関係の中で、息の仕方から教えてもらう、そういう経験が大事なんじゃないかなって思いました。私たちにとって、まあ、信仰的な意味で筋肉トレーニングではなく信仰的な意味での呼吸って何なのかなと思うときに、まあ、やはり何よりもイエス様の十字架上の死と復活、そのことを、まあ、自分のものとして受け止めることなのではないかと思います。主イエスの十字架の死と復活、本当に私たちの救い主が死と罪に打ち勝って復活なさったんだ、それが他人事ではなくて信じる私たちの私自身の命の物語でもストーリーでもある。
でそのことを、まあ、私たちの感情は揺れ動きます。感情ではなくて御言葉を持ってしっかりと握るということではないでしょうか。今日ルカの福音書の24章をお開きしてます。36節からだけをお読みしていただいたんですが、まあ、長くなってしまうので、ただ24章初めの方からあえて見てまいりますと復活したイエス様と出会うんですが、なかなか気づかない、あるいは信じない、途方に暮れている、まあ、そんないろんな人たちが出てきます。まず一番初め24章の冒頭の方には、復活の朝にイエス様が埋葬されたその墓に走っていった女性たちのことが書かれています。まあ、その墓のところに走っていてですね、そうするとその墓は空っぽであったと、主イエスはそこにはそのもう遺体はなかったんですね。で4節、そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません、蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出したんですね。イエス様の復活、弟子たちは何度も何度も聞いていたはずだったんですね。主イエスは十字架、最初ですとか、いろんな律法学者とかそういう人たちにも苦しめられて、死にます、しかし3日目によみがえりますと、必ずよみがえりますっていう言葉を入れて、そのイエス様ご自身のご受難について語られていたんですけれども、人々はそのイエス様が死ぬ、救い主が消えてしまうというそっちの方ばかりに心がいっていた。そして、まあ、皮肉なことにと申しますが、一番初めからイエス様の復活のことを気にかけて、現実的な意味で気にかけて、心配していたのはむしろですね、例えば、むしろその律法学者たち、最初パリサイ人、そういう人たちの方がですね、ある意味復活の話をより真剣に受け止めたということが書かれています。例えばお読みするのでお聞きいただけたらと思いますが、マタイの福音書の27章62節からお読みしますと、主が葬られた後の話ですが、明くる日すなわち備え日の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの男、イエス様のことですね、人を惑わすあの男がまだ生きていたとき、私は3日後によみがえると言っていたのは私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするようにと命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し、死人の中からよみがえったと民に言うかもしれません、ですね。むしろ弟子たちよりもですね、イエス様と敵対する立場にあったこの人たちの方が本当に復活することを恐れていたというかですね、ちょっとそんな皮肉も、ありますね。しかし、ここではこの女性たち、主が送ってくださったの使いの言葉によって、十字架の御業を思い出すことができた。この思い出させる働き、教える働きというのは私たちが今いただいている聖霊の働きと同じです。
またそのこの女性たちのエピソードがあって、でその次が、まあ、エマオト城の物語ですよね。あの2人の弟子が、まあ、イエス様が十字架で死んでしまったということを悲しんで、まあ、エマオという村に向かっているその途中で、復活されたイエス様ご自身がですね、あのもう突然加わって3人でお話しながら歩いていくんですけども、一向にそこにイエス様がいることに気づかないというエマオト城の、記事です。まあ、この中でですね、まあ、本当にあの確かに十字架の出来事については、まあ、エマオの弟子たち、知ってた、今エマオに向かうその弟子たち知っていたわけですね。まあ、20節に、まあ、それなりに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を、まあ、イエス様を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいましたと。まあ、でもここではまだその十字架、その 死だけにこう目がいっている。打ち砕かれた望みについて思い巡らしていて、この2人はまだその失意の中にいるわけです。でそこでですね、イエス様が、いやいや、そんなことないんですよ、私ですよ、見なさいと言って、そこで種をすぐに明かしたかというと、そうではなかったんですね。イエス様がなさったこと、それは、私ですよとこう、もうそこで話を終わりにするのではなくてですね、27節にある通り、それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたとあります。イエス様、御言葉を根拠に復活に気づかせようと導いてくださってるんですね。まあ、ここではもうイエス様ご本人の直々の指導ですけども、まあ、聖霊が私たちに教えてくださるというとき、このイエス様がまたかも私たちのパーソナルトレーナーとして心の内にいるような、そのような思いがいたします。聖書全体に書いてあること、それを解き明かしながらイエス様が誠の救い主であること、そしてそれが他人事ではなくて自分自身のその救いのストーリーの中で起きた、実際に起きているということ、そのことを気づくようにとこう導いてくださる、この場所ではイエス様であり、また私たちがいただいている聖霊でもあります。私たちも、あるいは私もあるんですけれども、いろいろな御言葉が与えられるという経験が終わりかと思います。まあ、一番分かりやすいのは、まあ、救いの時に受けた言葉かもしれません。あるいは、自分ではどうしようもないような、まあ、このエマオト城の、あの弟子たちみたいに絶望に打ちひしがれるような、そういう中にいた時にこの言葉をいただいて立ち上がることができた、そういう経験が、終わりかなと思います。その時にその御言葉に帰るということ、とても大事に思います。でその御言葉をいただいて、そこで個人的なインスピレーションというか、何か、あ、これは私に語りかけられてるっていう、その個人的な気持ちで受け止める、ハートで受け止める部分もしっかりありますし、でも、まあ、チャレンジとして申し上げるなら、あの同じ救いの御言葉でも、まあ、イエス様がですね、このモーセから始めて聖書全体について解き明かしてあたりますけど、あ、じゃあこのいただいた御言葉って、じゃこの人物はどんな状況の中で、まあ、どんな困難とかそういうの中にあった時にいただいた御言葉なのかなと、その聖書本体の文脈にこう入り込んで改めてこう探検してみるとですね、
自分がいただいた御言葉、あるいは私の場合救いの御言葉、献身の御言葉もそうですけど、自分が当初思いもしなかったような深み、こう何層にもある神様の計らいといいますか、奥深い愛、思慮深さ、そういうものが伝わってくる経験をしたことがあります。まあ、今は途上で、まあね、こうイエス様が前に目の前にいらっしゃるんだけども、私ですよで終わりにしなかったことって、なかなか大事なことだと思うんですね。特に御言葉信仰といいますかね、聖書の言葉を大事にする私たちにとって、イエス様はご自身を見せて感動させて終わりっていうんじゃなくてですね、そのご自身のその救いについて、ご自身が地上に来られた意味ですが、すべてのことを聖書全体に書いてあることから解き明かした、その御言葉ですよ、そこに戻られたということ、心に留めたいと思います。そしてそのことは、まあ、繰り返しですけども、私たちそれぞれがいただいている御言葉についても言えるかと思います。ハートで受け止める部分と、ハートで受け止めたらその言葉がなんでそんなに心に刺さったのかな、あるいは恵みをいただいたのかなって思うときに、その聖書の本文の中ですね、ちょっと学びながら、その知識を増やすと、そこにある神様の知恵、計らいが、見つけられるか、見つけられると信じます。でも本日の箇所では、まあ、このエマオ途上の弟子たちがまあ、エルサレムに引き返して11人の弟子たちと、まあ、合流した後の話です。まあ、ここでもですね、まあ、弟子たち、イエス様が突然部屋の真ん中に現れて平安がありますようにと、おっしゃるんですけれども、またこの弟子たちも同じようにそれまで、イエス様が十字架の上で死んで、その後復活されて、3日目によみがえられるということを知っていたはずなんですが、取り乱してしまう、まあ、恐れや疑いがあるときに、目の前にいらっしゃるイエス様、そのことが、まあ、どうしても分からなくなってしまうことがある、まあ、ですから、まあ、これはそのことを裁くということではなくて、やっぱり人間の弱さとしてですね、やはり、言葉で聞いていたとしてもそれをなかなか実感としてつかめないという現実があると思うんですよね。でもそこでイエス様は、まあ、39節あたりからですね、そのことを裁くのではなくて、じゃあ私だからこう触ってごらんとですね、手ですとか足を見せて、幽霊じゃないでしょってですね、私たちのところまで降りてきてくださって復活されたことを本当に実感、体感させてくださってる。で、まあ、不安であったりとか、ね、疑いを抱くときに信じられないっていうこともあるんですけれども、まあ、面白いことにですね、まあ、41節には彼らが喜びのあまりまだ信じられずっていう表現があるんですね。まあ、イエス様が死んでしまったと、その悲しみですと、悲しみ疑いの中でも、まあ、復活の御業が信じられないということはあるかもしれないんですけども、まあ、逆にですね、こう今度はイエス様を実際に見た弟子たちの中にはこう、もう嬉しくなりすぎちゃって、うわーっとなってるんですけど、だけども信じられない、不思議がっていた、そんな、そこでもまだ信じきれてない弟子たちの姿があった。ですから、そうですね、まあ、イエス様は本当に私たちの、まあ、人間として持っているその心の浮き沈み、まあ、落ち込んでいる時もそうですけども、あまりにもこうハッピーになりすぎている時もですね、なかなか、まっすぐに御言葉が聞けないということがあるかもしれませんが、でもそこでやはりイエス様、44節のあたりから、まあ、御言葉に戻るんですね。あなた方は、
まあ、不安に思ったりとか、あるいはものすごく嬉しく思ってるかもしれない、まあ、その気持ちは受け止めるし、それは責めるつもりはないけれども、でもね、やっぱり御言葉、この根拠を握ってほしいんだよってことをおっしゃるんですね。で、44節をお読みします。イエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。まあ、イエス様が話した言葉ですから、御言葉ですよね。私がイエス様が語った御言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは全て成就しなければなりません、うん、まあ、これちょっと特殊な言い方ですが、これつまり旧約聖書と理解していただけたら、まあ、聖書の中においてイエス様について予言されたこと、それは全て、成就しなければならないと。45節、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる、とあります。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。ですね、主イエスが復活された、その復活の命によって私たちが、救われていること、そのことをこうハートで受け止めるのと同時に、でもただ私たちの、あるいは私のハートはアップダウンありますので落ち込んでる時もハッピーすぎる時も、確信がなくなる、でも変わることがない聖書の言葉を握る時に、そこに確信が与えられていく。まあ、これがその呼吸といいますか、クリスチャンがその毎日生きていくため の、 その、まあ、トレーニングの、する前にですね、その呼吸の部分としてあることかと思います。で、その呼吸の部分が整ったら、トレーニングと申しますか、まあ、始まるわけですが、私たちそれぞれは決して予的な意味で捉えるならば、ものすごく強い存在でもないし、何か権力が、ね、こうみなぎってるようなそんなような存在でもない、お読みしますので聞いていただけたらと思いますが、第一コリントの26節、パウロの言葉ですが、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。まあ、飯とありますが、クリスチャンとして神様から選ばれているということですね。これは別に牧師とかだけじゃなくて、イエス様を信じている私たち全員のこと、一人一人のことです。自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、死者は多くなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足らないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。私たちそれぞれには欠けがある、弱さがある、足りないところがある、あるいは何か、まあ、特別に引いてた能力があったとしても、それを神様のために使わない場合には、まあ、とんでもないことになったりもするわけですね。イエス様に出会う前のパウロは、クリスチャンたちを迫害して殺していたような、そんな存在だったわけです。欠けがある、弱さがある、あるいは何か能力が飛び抜けてっても神様を知らないでそれを使うときに、それは何か破壊的な結果を招くようなことになる。しかし、イエス様、そこに、聖霊をいただいて神様からの導きを、
受け入れるときに、その神様にご栄光を返す存在として用いられていくようになる。まあ、パーソナルトレーナーってことで申してましたが、まあ、トレーニングしていくその過程でやっぱり ゴールがあるわけですね。私の場合だったら1ヶ月で3キロは痩せたいなとかあるわけですけれどもまあそれはちょっとまた引き慣れですが、まあ、精霊が私たちに示しているゴールといいますか、それは、まあ、一つには、まあ、今日の中心聖句にしましたが、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、聖霊をいただくとき、あなた方は力を受けます。信じるクリスチャンは聖霊によって力を受けます。でこのことは私たちの気持ちのアップダウンと関係なく、信じるときにもう間違いなく与えられている力なんです。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。私の証人となる、まあ、今申しましたそのトレーニングの呼吸にあたる主イエスが死んでよみがえられたということ、そのことの証人とさせていただくとあります。まあ、このペンテコステの時、信じた時に与えられた聖霊ですけれども、まあ、この証人として力強く生きるという言葉を頂いて、アーメン、そうだ、今からやりますって意気込める方もいれば、いやまだちょっとそこまではなと思う方もどちらもいらっしゃるかとは思います。でも、まずはですね、まあ、ご自分自身の中でのペンテコステといいますか、聖霊注がれた救いの恵みをですね、今日ちょっと落ち着いて思い巡らせていただけたらなと思います。御言葉があればその御言葉について思い巡らせていただきたいですし、あるいは、まあ、特に若い時にね、洗礼受けた方とかよくわからないって方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういう時は牧師に相談していただいてもいいですし、でその呼吸の部分が整ったら、今度はパーソナルトレーナーに全てを委ねる、精霊に委ねる、もう呼吸が整えば、腹筋を鍛えることもできますし、より負荷の高い何十キロもの重りを持ってですね、スクワットすることもできるようになっていく。すぐには無理でも、パーソナルトレーナーであるその精霊の指導に聞き従うならば、そのことができていく。ですね、また信じる私たちは神様から受けた聖霊の宮であるということも書かれています。聖霊が住んでいる、まあ、大事な体であると、第一コリントの6章19、20節をお読みするので聞いていただけたらと思いますが、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、聖霊の宮、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。つまり、たとえイエス様の血潮によって買い取られた罪と死のその滅びの束縛から自由にされて永遠の命へと移された、自分の体をもって神の栄光を表しなさいと、死にあって神様からいただいた命をもって生きなさいと、そのように今日も私たちに語っておられます。そのパーソナルトレーナーである聖霊に全てを委ねるときに、それが私たちの清めの信仰にもつながっていきます。主なる神を主として聖霊の導きに委ねていく、聖霊に解き明かしを求めてその御言葉に力をいただく、またそうですね、祈るとき、祈って、
祈りっぱなしではなくて、その答えをですね、その御言葉の中に聖霊の助けをいただきながら見つけていく、神様からの答えにも耳を傾けていく、そのようなことができると、そのパーソナルトレーナーである、助け主である聖霊と共に歩む日々が、与えられると、信じます。それでは一言お祈りいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。主よ、日々の歩みの中で、イエス様を、信じてお従いしたいしているけれども、さまざまな弱さに、苦しむことがあります。主が復活されたその命に預かっていること、どうか心が沈んだり、浮き沈みのある私たちでありますが、どうかその御言葉を握って、そこにしっかりと根を下ろすことができるように、神様はこの一週間も守り支えていてください。このジムのパーソナルトレーナーが私たちに呼吸の仕方をまず教えてくれるように、どうか祈りながら、イエス様のその十字架のその復活の御業を改めて受け止めて、あるいは私たちの救いの経験を思い浮かべながら、その御言葉に立つことができますように支えていてください。また私たちのうちには聖霊がおられます。このペンテコステの朝、このエルサレムに注がれたのと同じその御霊が私たちのうちにおられます。私たちは聖霊の宮であり、あなたによって贖われた存在です。どうか私たちの歩みの一つ一つ、あなたの守りと導きのうちに、神様にご栄光を返せる歩みとなりますように、守り支えていてください。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。